ちゃ。こんにちは。豊さん、はい、戦力外通告の選手のお話を、はいはい、今回はパ・リーグ。パ・リーグね、はいはい、パ・リーグ、ロッテ、西武、オリックス、はいはい、で話していきたいと思います、はい、まずロッテ。ロッテ、ロッテは3名、うん、内35歳、はい、ね、56セーブか、はい、まあ、挙げてる抑えのエースとしての記憶があるんだけども、はい、球に力があり、まあ、フォークボールは落ちる、結構やっぱりキレのいいボールを投げてた印象があって、うん、で先発もね、先発でも勝ってるピッチャーだし、うん、でキャリアとしたらやっぱりちゃんと実績も残してるしね、うん、ただやっぱこう肘の手術とかそういうことしたと思うんだけど、まあ、そういうことで投げれなくなり、その間に若手の台頭が出てきてさ、居場所がなくなってるという、うん、まあ、そういう状況だろうと思うんだけど、まだまだなんかこうキャリア的に使えそうだしさ、うん、で休んでる期間も長いから、うん、その故障の状態がどうかわからないけどさ、まだまだ投げれると思うんだよね。だからそのピッチャーの手薄な、まあ、例えばヤクルトだとかさ、うん、で島を取ったようにやっぱキャリアのあるピッチャーを取って、うん、まあ、そういう勉強させるとかさ、若手にそういうこともできるだろうしね。だからまだまだ辞めるにしたら35歳って言ったらちょっと 若いようなもったいないようなちょっと気がするよね、うんうん、なるほど。で続いて細川、うん、細川選手40歳、40歳だね、はい、チームもいくつか、でも、まあ、キャッチャーとしたらさ、はい、やっぱキャリアのあるポジション、キャリアがいるポジションだけに、はい、まあ、西武、ソフトバンク、楽天、ロッテと、はい、まあ、パ・リーグをずっと渡り歩いたんだろうと思うんだけど、はい、まあ、優勝経験もしてるしね、でいいピッチャーも受けてるし、まだまだできるとは言えないけど、気持ちの問題なんだよね。でもできればセリーグに来て、セリーグの野球も他の球団が取るって言うんだったらよ、だからセリーグの野球も経験してほしいなっていうふうに思うんだよね。やっぱ俺も横浜をクビになった時に、まあ、パリーグの日本ハムにお世話になったけど、パリーグを1年間だけど肌で知るっていうことはやっぱ全然違うんだね、野球感というものが。だから人生においての勉強としても、いけるチャンスがあるんだったらセリーグに行ってなんか勉強してほしいなって思う選手の一人かな。でまあ人がいいんだこいつは。で WBC のなんていうの、候補選手にも上がったりだとかさ、でキャリアも十分だし、まあこれで終わっても、まあ、仕方ないなと思う年だけどね、40だったら、でもまあキャッチャーだったらまだいけるかなっていうような、そんな感じもあるし、まあこれだけのキャリアを積んでたキャッチャーだったらいいコーチにもなるだろうしね。だからまあいけるんだったらセリーグに行ってちょっと頑張ってほしいなと思いますね。で、はい、続いて西武、うん、西武ね、西武は3名、うん、3名、はい、で田和田、はい、田和田選手27歳です、ね、27歳だよね。それで戦力外って出たからさ、びっくりしたんだよね、うん、いやそれで、2018年の最多勝を取ってるピッチャーが、はい、もうクビになるのって思ったら、はい、なんか育成契約で治療に専念するという、はい、自律神経失調症っていう病気なんだよね、はい、まあ、それで苦労して、はい、まあ、今シーズンほとんどダメだったんだけど、はい、言えば優しいよね。一度その支配下選手っていうのはさ、いつ呼ばれるかっていう緊張感もあるし、うん、でも育成という契約だとやっぱもう一回登録しないとさ、やっぱ登板機会というのは絶対ないわけだから、まあ、そこでしっかり、体を治すということだよね、うん、だからそういう意味ではなんかほっとしたけど、最初に田和田戦力外って出た時にさ、西武まさかと思ったけど、うん、やっぱこう愛情のある球団でね、
まあ良かったなっていうふうに思いましたよ。で、オリックス。オリックス、うん、はい、オリックスは8名、うん、多いね、やっぱね多いですね、うん、で、東名、東名選手31歳、はい、まあ18勝を挙げてる、はい、で、一時期はやっぱりローテーションで投げてる時もあり、うん、まあこれもやっぱ故障なのかなって思うけど、なんか31歳で先発ローテーションをやってたピッチャーが消えていくっていうのはさ、うん、なんかすごい、まあ、寂しい感じもするし、はい、まだ投げれるんだったら31歳って言ったら、はい、まあ、全然投げれるし、まあ、器用なピッチャーなんだよね割と、うん、だから故障だとは思うんだけど、はい、故障が治ってるんだったらまだまだやってほしいなって思える選手かな、うん、で白崎、はい、白崎ってさ2012年の DeNA のドラフト1位の選手なんだよね、うん、で何歳だっけ30歳、30歳ですね。えなんかさドラフトで入ってきた時すごく思い出があって、俺らが教えようとするとさ止められるんだよね、うーん、教えんなって無駄な、あのちゃんと自分の考えでやらせろっていう、でこれでドラフト1位で取ってきたんだから、まあとりあえずやらせろって、まあ明らかに欠点が分かってたんだけど、それを触らせてくれないわけね。はい、それは最初だけですか？いや、ずっと。で、まあ甘やかされたというかさ、そういうことで自由にできるから、だから守備にしたってバッティングにしたってもう最初は触るなって言うんだよね。でも鉄は熱いうちに打てっていうようなさ、やっぱ入ってきた時は肝心なんだよね、うん、で欠点が明らかだったの、うん、インサイドの打ち方だとか体の開きがね、うん、だから素質はものすごくいいんだけどさ、触らせてもらえなかったっていうのがすごい俺の中で悔いが残ってるこの選手は、うん、でいいものも持ってる、で触れ込みがサードもショートもできますみたいな、うん、いやいや入ってきた時にいやこんなもんじゃサードもショートもできませんよみたいな、内野手じゃまだないよっていうような守備だったのね、うん、それがアマチュアのレベルだと思うんだけど、だけどドラフト1位で、まあその時の監督の中畑さんの後輩だったわけね、駒澤大学の、はい、まあそういうこともあってドラフト1位に内野手もいなかったしね、はい、取ったんだけど、だからすごくなんか悔いが残ってる、うん、で性格はねすごく優しい子で人懐っこくて、はい、で野球の話をするとさものすごく目を皿のようにして聞いてくるの、はい、でまあある飲み屋でね、ある飲み屋って俺の飲み店で、うん、白崎が結婚しますって、はい、挨拶に来てくれた時に、はい、野球の話をしたんだよね、はい、お前もうちょっとこうこうこうで目を皿のようにして聞いて、はい、いや宇多川さんこんな野球の話を真剣にしてくれる人がいなくなったっていうわけ、うん、だからそうなのって、で新しいことをなんかすごく聞いたような気がするっつって、うん、まあそうなんだって、でオリックスに行った時にさ、はい、鷹匠と一緒に行ったのね、はい、今 DeNA の、はい、で鷹匠はほとんどチャンスをもらえずに戦力外になって DeNA が拾ったわけね、はい、そしたら今年なんか出てるじゃない、はい、で白崎の方が先にチャンスをもらいながら結果も少し出してたんだけど、うん、なんかこういう形でなんか戦力外されるっていうのはすごくやっぱ俺らの時のドラフト1位だからなんかすごくなんかこう悲しい感じがするんだよね、うん、だから白崎ね、あのもう一度頑張れるよ、うん、で奥さんもねいい子でね可愛い子なのよ、はい、一緒に挨拶来てね、はい、で奥さんを幸せにするためにももう一度野球で頑張れね。であの酔っ払みたいな守備する時があるんだよねでそういうことはやめろ、ね、ファーストでちょっと酔っ払みたいな守備をしたことあるんだけどさまあそういうことがなかったらあのまあレギュラーとは言わなくても遠くへ飛ばすあの技術力とか持ってるから魅力的なものは持ってるからだから他の諦めずにね他の球団でもう一度
挑戦してほしいと思いますよ。まあ皆さんに言えることだけど、うん、まあ頑張ってほしいと思います。頑張れよ。